こんばんは、速稼塾の久保です。今回ですね、ゆとりライフの天野さんからのメッセージで、メッセージ動画に対しての返信になります。今回の動画のタイトルは自分が嫌いなあなたへというね、そのサムネイルで、いただいたんで、ちょっとまあクリックしてみたわけなんですよ。そうするとですね、なぜか天野さん、ゆとりライフの天野さんの自分の長所3点、短所3点が出てたわけなんですよね。で、サムネイルでは自分が嫌いなあなたへってメッセージだったんで、まあ私は別に自分のことが嫌いではないんですけども、大好きでもう超ナルシストなんですけども、あ、自分が嫌いな、自分のことをね、自信がないな、自分のことがあんまり好きじゃないなって方がクリックした時に、それが解決できるのかなっていう風な気持ちで多分押すと思うんですよ。そうすると天野さんのことが出てるんで、あれ、これはどうしたんだ、どういうことなんだっていう風にね、思っちゃったかなというところでございます。もちろんね、動画の内容がダメだとか参考にならないよってことではないんですよ。あの動画はあの動画で良かったと思いますし、サムネイルはサムネイルで良かったと思うんですよ。このサムネイルと動画の内容が一致してないかなというふうに私は感じちゃったんで、まあここをね、うまいこと一致させた方がいいのかなと思ったんですよ。要するに動画を見に来た方が自分が嫌いなあなたへってタイトルに惹かれてきたのに、それに対して触れられていないような気がすると、あれ、この動画はタイトルと内容一致してないな、じゃあ次の動画もまあいっかっていう感じになってしまう可能性があるんですよね。まあそこでですね、私が作るとしたらどんな動画になるかってことなんですけども、むちゃくちゃ短いです。それはですね、自分が嫌いなあなたへっていうタイトルとかサムネイルでクリックして見に来た方に、速稼塾の久保です、なぜあなたは自分のことが嫌いなのか、正確に正確に答えをこれからお話ししましょう。たった一言です。それはですね、あなたは自分が好きになるような生き方をしてなかったんでしょう。やればやるほど、生きれば生きるほど自分のことが大好きっていう風な人生を歩んでいれば、あなたは自分のことが嫌いにはなってないはずなんですよ。ですよね。だから自分を嫌うような選択や生き方をするんではなくて、自分のことが大好きになるような、ああ自分でよかったって思えるような、そんな人生の選択や生き方をしてみてはいかがでしょうか、みたいなね、動画になるんですよね。これだから一致してると思うんですよ。で、いや、そうは言ってもね、具体的にどういうことなんですかっていう方は、こちらの動画をご覧くださいという形で、リンクで誘導するとか、LINE アットに誘導するとか、それからこの商品とかね、このコンテンツによって解決できるんですよってみたいなセールスがあるっていうのも、一つのね、手法ではありますけども、まずはね、今回の動画のまとめになりますけども、サムネイルと内容が一致している、もしくは一致しているように感じさせるようなまとめがあると良かったかなと思います。今度動画が流れた後にね、この動画とサムネイルの何ですかね、共通点というのはここですよと、こういう意味なんですよっていうのが解釈としてあると、まあ、補助されるかなというところでございますね。まあ、そこをね、ちょっと気をつけてやってみるといいと思います。サムネイルっていうのは動画の内容を10文字もしくは13文字でまとめたものっていう概念ですよね。まあ、ちょっとくどくどという話になってしまいましたけども、今回は以上ですね。また動画送ってください。では、失礼します。